けるかな。あこれもかかってるけど、これはいけるかな、これはいけるかな。あ、引っ掛けた、ほい、入った。これどうでしょう、はい、掛けた。うわ、はい、というわけでね、本日も始まりましたクレッチョチャンネルです。そうですね、というわけでね、本日からね、またね、新章に入っていきますので、ね、またね、新しい動画、新作系をね、たくさん狙っていこうかと思います。で、今回はね、まあ、ポケモンもね、ちょこちょこってありましたしね、新作ガンガン狙っていきますので、ね、また1週間かけてね、動画編集しますのでね、ご視聴よろしくお願いいたします。それでは、参りましょう。はい、というわけでね、本日もね、ちょっとかかりますよね。はい、というわけでね、はい、ちょっとね、あ、そうか、これ使えるかな。いや、今日ね、ちょっと、あ、やっぱ見か、まあいいや。というわけで、一旦ね、さっき了解します。1万円の方で両替します、はい、というわけでとりあえず1万円両替していこうかと思います。ちょっといつものね、あの相性の悪いやつではなくね、こちらでいきます。はい、とりあえず3000円両替していきます。3000円を両替してにね、そのまずねプレイをする前にまず1個やらないことがあるんですよね。今日ねちょっとね、あのバタバタしておりましてね、あの水筒忘れちゃいました私のね、いつもの水筒をね、手が足らない。というわけで2000目いきます。あ、3000目だな、3000目いきます。一応ね、今日ね、水筒を忘れたので、それをね、ちょっと代わりにお茶を買おうと思います。はい、というわけでね、3000円です。はい、でね、もちろんあの3000円企画なんでね、あの3000円しか両替しませんってなるとね、あのちょっとあのお金をね、どこから捻出するかもんですね。あのジュースだよね、ジュースってかお茶だよね。ですが、もう今回は私行きます。3000円からお茶買います。もう本当ミスりました。はい、持ってくるだけですよね。というわけでね、まずごめんなさい、とりあえず200円でね、まずはここで行きましょう。まあやっぱね、あのおしゃべりするんでね、あのどちらかというと普通にこの麦茶、はい、というわけでこのお釣りの50円が微妙ですね。この50円ちょっと違うところ入れていきましょうか。ちょっとねややこしいんでね、はい、というわけでよいしょ。というわけで少しね休憩しましょうか。まずねちょっと何も飲んでないです。あ、そうです、あとそうなんです。という感じでね、ちょっとまずはね、あのこっちがいいかな、はい、ごめんなさい。まずはね、あのお茶飲んでからね。というわけでね、私のいつものライブを、いや、あの約、ね、2分3分ぐらいね時間をちょっといただきました。というわけでやっていきます。もちろんね、今日先ほどね、ふわっとね、トイレというか、ちょっとトイレ行ったんですよね。その前にふわっと見たらね、あの狙いたい新作ちょこちょこありましたっていう感じでね、その新作たちを狙っていこうかと思います。まずはどうでしょう、ここかな。まずポケモンゾーン行きましょうか。まあ、この辺はね、大してね、前と変わってないんでね。うん、サメニャンね、これめちゃめちゃ難しいんでね。うん、そうですね、タグもねちょっと厳しそうなんで、まあ、とりあえずね、やっぱ新作関連を狙っていこうかと思います。あ、これいきましょうか。これなんかね、ちょっと前にね、あの登場してるんですけど、今さらラウンドワンさんに入りましたね。で、アームサイズはちっちゃいんで、どうしましょうか。これね、タグがいい感じにあるんですけどね、アームサイズがちっちゃいんでね、フィールド当たっちゃうんですが、まあいきましょうか。とりあえず100目いきます。まあ狙いとしてはね、まあ、どちらとしてもね、タグなので、とりあえずはね、左アームで、ね、寄せていこうかと思います。ただアームサイズがちっちゃいんでどうかなっていうところなんですけどね。さあどうでしょう、まあイメージとしてはね、頭を支点に振っていきたいんですが、うわ弱っやばいな、マジか、何今の弱さ。もう一回いきますね。どうしよう、下半身無理か。じゃあ、まあ、とりあえず頭持っていきましょうか。頭のここ真ん中、ただ頭も真ん中持ってもね、多分奥に行くだけなんでね、ちょっと微妙かな。うん、どうしよう、どうしようかな、まあいいか。とりあえずは頭持ちましょう、はい、頭持って、まあ、頭と首、あ、ちょっと首になっちゃいました。あ、アームの締まり具合見ておいてください。お、ロックかかった。お、来た来た来た。あのアーム開き方が、開きじゃない、締まり具合がね弱すぎてね、はい、というわけでもう一回行きましょうか、はい、
これをタグ出しですね、まあ、ちょっとこの角度ではねきついのでタグをどう出すかなんですが、タグをどこで出そうかな。パワーがめちゃくちゃ弱かったんでね、うん、まあ紙タグを弾きましょうか。紙タグをスタップボタンあたりで、まあ、ちょっと下半身をつまみ寄せるようなイメージになってます。どうでしょう。あとタグがね、タグがこっち側にね出てくれれば最高なんですが、まあ、一度狙ってみましょう、うん、でこのアームサイズねちっちゃいんでね、あのこのアーム本体はね、このアーム本体がこのシールドにバコーンって当たってる加工制限かかっちゃうんですが、まあ、それも踏まえながら狙っていきます。まあ届かないかもしれないですけど、そもそもね、あーちょっと久しぶりの1週間ぶりのプレイなんでどっちかわからん。さあどうでしょう。あ、入った入りました。入ったけど弱さいなこれ。うわ入ったけど弱いわ。できればねやっぱタグがねこっちのゾーンですね、このゾーンにね弾くことがやっぱ必須になりそうですね。もう一回いきます。一応ねタグ2がかかったんでもう一回いきますね。まあ一応あの加工か、目測はね間違ってなかったんでもう一回いきます。あー白ラベルが当たったです。弱いなあ。これねめちゃくちゃ弱いですね。もう一回いきますね。今ちょっとあの目測がミスってね、白タグに白ラベルに当たったんでしっかりタグを狙っていきます。これでいこう。入った。これどうでしょう。入ったけど、うわ、来た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 ね。でまだタグがキープできてるんでまだいけるんじゃないかなって感じなんでね、はい、寄せ気味でねこれもタグ狙いそうです。ギリギリね。ただね閉じた際に景品を引っ張ってこれるかが微妙なんですけどね。さあどうでしょう。あー弱い。タグには入ってます。タグには入ってるけどここから引っ張って、うわー、タグには入ってるけどタグをすくい上げるパワーが全くない。もう一回いきます。ちょっとねどうしようか。あんまりゴリ寄せにはせずに、ね、少し甘めの寄せでいきますね。でストップボタンでかけていきます。さあどうでしょうかね。あーこれも入ってるけどほぼさっきと一緒やな。うわ弱い。うーんきついな。今で汚れから5、600円かな。ここまでひどいか設定が。でもうちょっと無理なんでね頭をあの寄せていきます。まあ、ここでね吹っ飛んだらやめます。シールドギリギリ、あ全然違うな。あーちょっと狙ってるとこは全然違いました。さあどうでしょう。あーもう一回頭いきましょう。今ちょっとね目測が全然違ったんでね、はい、行きます。しっかりちょっと頭つかめてないんでね。よしこれでいけるかな。とりあえず一回ねこの頭を持って反応見ていきたいですよね。さあどうでしょう。はいこれも首と頭にしっかり入りましたよ。さてここから持って上がし、やばいな。どうしよう。こんなもん誰も取れないですね。あーどうしようかな。頭も持てないんか。もう一回行きます。ごめんなさいね。とりあえずもう一回ねやっぱね頭どうしてもね、うん、さっきトップボタン押したんで今度は押さないです。一番下までザクッとねアーム刺してみます。さあどうでしょう。まあちょっとねアーム本体がシールドに、うわやばいなこれは。これはちょっとやめときましょう。やめときましょう。まあまあやっちゃってるんですよね、はい、ちょっと待ってくださいね。あれいけるかな。はい、ちょっとね今ね遠くから見たらこれ見てください。タグが見えてるんでこれ狙っていきましょうか。可動域も多分いけるでしょう。ただ爪の角度が微妙なんでねどうでしょうかね、うん、さてただこれアームの向きが微妙なんでどうやらいけるかな。さてあ全然違う、全然違うね。調子が悪いぞ。そしてちょっとね、あの設定をねいじっちゃってねカメラのアングルがね若干狭めになってるんですよ今日。ごめんなさい。あの次の動画からね広くしちゃうんでね、これちょっと狭めなんですけど、まあ、一応景品はしっかり入ってると思うんで3でしょ。うわ、今の外れた。うわ今の外れたか。ちょっと手前で外れたな。 OK 次はいける。3回目する。いきます。
ただこれね、今ね、見てる感じじゃパワーはあるんですけどね、爪の角度はそこまでないんで、どうかな、いきます。うわ、手前や、またミスった、たまんな、うん、もう一回いきます。ちょっとね、一瞬間ぶりのプレイなんで、正直ちょっとまだまだこの感覚が戻ってませんで、全部手前なんで少し気持ち奥め狙ってみます。さあ来い。あれ入んだ。うわ最悪。どうしよう、これめっちゃむずいな。あーどうしようかな、ミスっちゃいましたね完全にね。もう一回行きましょう。せっかくね、3回4回でちょっとタグ掛け狙ったんで、これ多分ね、さすがにタグ掛け無理なんで、どちらかというと手間奥、右アームですね、右アームと手前アームで、ね、タグをちょっとお腹の上に乗せるようなイメージ、まあつまみ寄せになってるんでどうなるかわからないんですけど、お、どうでしょうこれ。あー、タグが横向いたな。ね、ちょっと狙いと違いました。もう一回行きますっていう感じ。今度は奥アームで、一応ね、奥アームでタグ狙ってみます。ほぼ弾くようなイメージですね。あ、入った入ったけどですね、入ったけど、さあどうでしょう。あー無理か。あー、いい感じにこうお腹の上にね、こうふわんって弾いてくれないですね。ちょっとごめんなさい、これやってみます。今どんぐらいやろう。うわー、ちょっと1500円ぐらい無駄です。結構使っちゃいましたね。というわけで、あ、続いてはじゃあこれいきましょう。わあ、これきついな、マジで。もうポケモンね、きついな。パワーがやばかったね。まあ、これいきましょう。これはどちら？マインかな？プラスするとマインなんでね。とりあえずこのね、マイナスの方いきます。で、狙いとしてはもちろんタグなんですけどね。あとはね、爪の角度もいいんでね。うん、あとはこの隙間ですね。この肩の隙間。ここの肩の隙間がだいぶ良さそうなんで、とりあえずこの辺にアーム入れていきます。すると、もしかしたら遅延が起こりそうなんでね。さあでしょ、うん、さすがに持たんと無理か。さすがに持たないと無理ですね。ただ今日パワーはありそうですね。入ります。ってなったら今度は狙いは、どうしようかな。とりあえずね、今回は奥アームも殺します。奥アームを殺して右アームで下半身引いていきます。ここで、あ、いい感じ感じ感じで、もう少し。ないですね。悪くないですね。うん、この狙いとしてはね、やはり、ね、タグは狙いたいなという部分とね、頭を視点にひっくり返すという部分です。で、どうしましょうかね。今度は奥アーム、まあ、一回奥アームね、下ろし込んで、右アーム一本でね、どのぐらい寄せれるか狙ってみます。さあ、どうでしょう。さすがにこっからは振ってこないとは思うんですけどね。まあ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 、あと何本かな。あと1000円ぐらい。やばいやばい。もう早速ゲットなしか？どうしようかな。じゃあ次はね、また右アーム肩に向けます。今度はね、奥アームもね、関与できるんで、どちらかというと2本でつまむようにはできるんでね。そこでこうですね。どうでしょう、先ほどは1本やったんでね、奥アームが関与すれば少しは持ってくれるんじゃないかな。あーっと、悪くなかった。どうでしょう、ちょっとね、あ、尻尾がそんな感じか。はいはい、いきます。これでいけるかもしれんのは、もしかするとなんかな、奥アームをね、また殺して下半身で振りたいです。さあどうでしょうかね。奥アームはどうだ、あ、死んでんな。右アーム1本で来た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 、これ、あー今のかなり悪く良かったんですけど、ね、反応としてはね、反応としてはだいぶ良かったんで、次は今度は脇でいきましょうかね。で、もっと寄せます。奥アーム、あ、脇は無理かな。さあどうでしょう。まあ多分ここはきついかなと思うんですけど、ここで振ってくれた、やっぱね、このどちらかといえばここのラインですね。このラインですとね、ちょっと頭を支点に振れるんですけどね、やっぱ振りとしてが弱いんでね。もう一回いきます。もうあと500ぐらいです。あと500ぐらいですね。はい、というわけでどうしようかな。じゃあ今度は奥アームを関与させながら振りましょうか。奥アームをフィールドに入れながら、どうでしょう、2本で。さっき言った耳、うわー、そっちかー、今悪くなかった。あと400円ですね。今悪くなかったですけどね。はいはいはい。で、あとはね、一応頭が向いたんで、本当はね、タグをかけたいとこなんですけど、このね、
あえて耳で引っ張っていきます。このね、あのなんていうかね、このピッチもね、この前耳で失敗しちゃったんですよ。で逆に言うとね、この耳引っかかるんでね、そこの耳をうまく引っ張ったらだいぶ引っ張るな。ね、今ちょっと運んでくれましたね。ちょっと遅延が起こってるような気がします。というわけでもう一回いきます。ちょっとこれね、アームがね真正面向いてるんで、そこだけがちょっと嫌なんですが、いけるかな。僕はギリギリ耳に引っかかってくれ。さあどうでしょう。頭を持ち上げながら、ここでいい感じのところで落として、うわーそっちかー。ちょっと平行移動お願いしましょうか。お子さんが取ったみたい。あ、すいません、手前に平行移動お願いします。というわけであと200円です、はい、やっちゃってますね。まあこれどうしようかな。まあ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 無理かな。やっぱね、耳を引っ張る、これね、アーム本体がこうなってるんで、耳を引っ張るとなるとね、どうしてもねこの辺になっちゃうんですよね。それがね、アームポジションが悪いんですよね。しっかり日本で引っ張れる形じゃないんですよ。まあとりあえず行きましょう。奥をね耳にはめながら、さあどうでしょうこの形。あーうわーやっぱむずいなー。というわけで最後3000円目いきます。むずいね。どうしようかな。頭触れるかな。首でいきましょうかね。右アームを首に入れて、奥アームと一緒にここで一気に振ってくれないかな、下半身を支点に。さてここから、あー持ち上がる。あうわ惜しいけど、あタグ出たね、はい、というわけです、すいません。あでもタグ出たけどあれかな。まあまあまあちょっととりあえずね了解しましょうか。ごめんなさい、まだ延長ですね。やっぱね厳しいというか難しい2設定になっておりますね。というわけで、というわけで今日もねちょっとね春休みの 最終日っていうかね、今日も金曜日なんですけど、一応春休みなんでね、ちょっとやっぱ人が多いですね、はい。感じでもう早速3000円やっちゃってますね。というわけで追加の1000円です。ここら辺でねちょっとさすがにポケモン1体ぐらいゲットしたいんでね、正直パッと見た感じで、ね、なんか全体的にゲットできそうなやつがほとんどないんですよね。設定厳しくそうで、なんで行きます。で狙いとしてはこれね、タグ狙いたいんですけどね、アームがこう見てください、正面向いてるんでね、多分届かないんですよねそこまでね。届かんこともないけどね、届かんこともないですけど、ちょっと場所が悪いんで、どうしようかな。ね、奥アームを右と、右アームを股で、なんかちょっとよくわからん形にやってみます。挟み込むようなね。さあどうでしょう、ちょっと寄ってくれたらいいですけどね。あ、これはどうだ、あ、タグありますね。で、遠くかな。あ、ただね、これタグの、タグじゃない、アームの向きがね、タグの向き、アームの向きとタグの向きが合っていない。いつもの向きだったらいけるんですけどね、これね。まあ、とりあえず狙いましょうか。多分ちょっとこれはきついんで、あータグの中には入ってるんですけどね今ね。なんですかね、タグはねこうなってるんですよね。なのでこっちにアームがしまっちゃうとねかからないんですよ。でいつもの向きでこうかかるとね、ちょっとかけれる状態にはなってるんですけどね、ちょっとこの向きがきついな。じゃあ一旦タグ出しましょうか。一旦奥アームでねタグを出していきます。さあどうでしょう。とりあえずアームバスってさせてみました。パワーはそこそこありそうなんでね、タグ出しは。うわー取れた、微妙やな。これもね角度がてか思ったより出てないんでね、もう一回行きます。どうしようかな。じゃあ奥アームでねとりあえずタグかけていくってポータルです、トップボタンで。さてここから奥アームで入ってさ、この正面向いてるんで、景品このラインですね、このラインが結構狙えるんで、これ今狙えるかもしれませんね、はい、行きましょう。これはちょっと運命の時間ですね。タグかけがいけるかな。あ、届かん、届かんかった。もうちょい走ってくれ。あーちょっと届かんかも、これギリギリ。あー行きます。ちょっと届かんぞ、アームが。あー届かんな、どうしよう。
まあいいか、とりあえず届かなそうなんですけど押してみます。押しながら、あーやっぱね、あのタイミングでストップボタンで狙うのきついんで、あこれはいきますね。そうね、この横のここのお腹のとこで止めてしまえば多分いけるとは思うんですが、すみません、ちょっと店内アナウンスがめちゃくちゃうるさいんで声が届いてるか分かりませんが、まあ少しかな、うん、このアーム正面向いてる時のタグかけめっちゃむずいですね。むずいな、いきます。あーむずってる、あかんか、全然違う。あと300円ですね。延長しても300円になってますね。うん、やばいな。ちょっと思い切ってこれ下半身振ってみましょうか。うん、ちょっと思い切って下半身振ってみます。右アームを差しながらね、またちょっとここで形を変えてくれればどうにかなるかなと思ってるんですけど、あこれ、あこれはタグが近すぎるあるあるかもしれませんね。というわけでいきます。さてこれは入るかな、これは入ってますね。あ、ずっこしなんですけどタグがシールドに近すぎてすくい上げれないかな。あーやっぱすくい上げてこれれんか、うわーきついな。今入ってたんですけどね、うん、どうしようか。多分この角度もね閉まる軌道で無理なんでちょっときついな。やっぱアームの向きがねちょっと違うだけでね、やっぱこの景品難しいです。さてここから半身振ってくれれば、まあ、とりあえずごめんなさい、また4戦目になったので動かします。あーやっぱねちょっとね、なんかパッと見た感じでなんか取れるような感じの設定じゃないんですよね、どれもこれも、うん、特にね新作のポケモンとかね設定渋いんでね。あというわけで5戦目いきます。うわーちょっと取りたいな早く。1個目ねちょっと久しぶりに来たばっかなんでちょっとそこでもね、手を振ります。これね今ねちょうどタグかけの位置が出てるんで、それをストップボタンかければ多分かけるかとは思うんですけど、ね、ちょっとね先かな。あーこれもかかってるけど、これはいけるかな、これはいけるかな、これあ引っ掛けた、ほいオーケーっすよし。はい、というわけで、マインからゲットです。はい、というわけでね、今4100円かな、ちょっと離れます。はい、というわけでね、4100円でね、あの1個という感じで、まだまあ最初はね、こんなもんだと思います。ちょっとね、人が少ないとこ行きますね。はい、さて、どこがいいかな、あとはちょっとね、全体的にどこもおかしくもちょっと音声がね。はい、というわけでここ行きましょう。はい、お疲れ様です。ちょっとね、画角がね、ちっちゃかったんで、もしかしたら見にくかったかもしれませんけどね、4100円でね、あの、これ4500円でこれですね。はい、マインかな、マインゲットですね。はい、というふうにね、これサムネ用ですという感じでね、とりあえず1個ゲットしました。ここからね、あのちょっと調子を上げながらね、あの狙っていきますんで、ね、またこれからねゲットしていきますんで、ご視聴よろしくお願いします。それではお疲れ様です。ちょっとかかっちゃったね。はい、というわけで続いてはプレゼント抽選会に参りたいと思います。今回のねプレゼントはこちらの超めちゃくちゃでかい、80センチかなぐらいあるね、どでかいワンちゃんになっております。そしてね、今回はね、31名の方ですね。ただね、あのメンバーの方はね、2枠になってますんでね、あの、もしよかったらメンバーの方登録よろしくお願いします。というわけでね、早速なんですが、スロット、ルーレット回していきます。というわけで、今回はどの方に当たるのでしょうか。ストップボタン押します。はい、というわけで今回の当選者は正永さんですね。正永さん当選おめでとうございます。この動画見ていただいたらね、のご連絡の方お待ちしております。当選おめでとうございます。はい、というわけで続いてはプレゼント企画に参りたいと思います。今回のね、プレゼントはこちらです。どどん、ハグしてーすね。
これしてな、あの、アナ雪で有名なオラフですね。一応これね、あの、再販っぽいんですが、一応ラウンド1さんで新作扱いで、ね、出てました。もしかしたら微妙にね、なんかポーズが違うかもしれませんね。っていう感じで、今回のね、あの、プレゼント、こちらのオラフにしていこうかと思います。そちらもね、なかなか超ビッグです。はい。ちょっとね、ぬいぐるみでね、超ビッグな景品をね、皆さんにね、お配りしていきますんでね。はい。超ビッグなオラフになっております。でね、エントリー方法はね、いつも通り、このプレゼント企画動画にキーワードを記載してコメントをするだけです。そのキーワードなんですがね、今回はどうしましょう。アナ雪でいきましょうか。アナ雪。はい。もうひらがなでも漢字でも何でもいいです。あの、わかれば大丈夫です。アナ雪。キーワードはアナ雪でよろしくお願いいたします。でね、そのキーワード記載の上、コメントをする際にですね、あの、まあ、ご意見、応援、コメントよろしくお願いします。皆さんもね、ご意見でね、あの、動画をね、より、あの、見やすい方向にこう、あの、改善していきます。そしてね、あの、皆様の応援コメントですね。これで私、毎日投稿、頑張れております。毎日投稿、正直、めちゃくちゃしんどいです。はい。ちょっとね、しかもこの前ね、若干トラブルがあって、ね、動画が消えちゃうという、もう最悪なことだったんですけどね。やっぱ皆さんがね、あの、こそ、心遣いをね、こう、言葉をかけてくれたんでね、あの、またちょっとね、頑張っていこうかと思いますね。よろしくお願いします。で、最後になりました。あ、すいません。締め切りですね。締め切りは4月の13日、土曜日の20時になっております。1週間後の土曜日の20時になってますんで、お間違いなくエントリーよろしくお願いいたします。はい、で、最後になりましたが、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ね、もう一番に、もうすぐです。もうちょっとなんでね、もしよかったらね、皆さんご協力お願いします。とりあえずポチッとしてね、まあ、お時間あるときにね、まあ、隙間時間でいいんで動画を見ていただければと、裏思います。そして、というわけで、この辺でお別れの時間になります。それでは、この辺で、お疲れ様です。さよなら。すみません。最近、この解説しないでね、ちょっと忘れてるんですよ、やり方ね。はい。そして、もう半袖になりました。お疲れ様です。ありがとうございます。